どうもこんにちは。それではテレビドラマ考察、今回は熟年離婚です。この熟年離婚っていうドラマはですね、おそらく10年ぐらい前にテレビ放映されていたんじゃないかなと思います。正確には日曜劇場だったかどこかちょっと忘れたんですけども、いや、これね、第1話を見た瞬間にグッと引き込まれて、そこで起きる様々なトラブルに最終回まであの釘付けになってしまうこと、受け合いですね。 で主演は渡哲也さんそして松坂慶子さんが奥さん役をしていて第1話でね離婚を切り出されてしまうという渡哲也さんの役が何とも印象的で,ですそしてねここには昭和の古臭い男の中の男の一つのモデルが入ってるんじゃないかなと思うんですよで注目はドラマ全体でもあるんですけどもなんとですねこの渡哲也さんの息子役にあの 徳重さとしさんんいう方が出られてるんですよこれ一見誰なのそれっていうふうになるかもしれませんけども実はねこの平成の石原裕次郎を募集するというプロジェクトで確か10億円ぐらいをかけて全国から新しい真のある俳優を選抜して1人に決まったその新しい世代の石原裕次郎と言われてる方が徳重聡さ,さんだったんじゃないかなと思うんですよ。で この渡哲也さん、当然ですけども、自分のものすごく近くに石原裕次郎さんがいらっしゃって、そして新しい時代の石原裕次郎さんがいらっしゃって、両方ともとものすごい近い距離で熱演をしてらっしゃるんですよね。でまさにね、本当の親子のように渡哲也さん演じてらっしゃるのと、この徳次家さんもね、むちゃくちゃいい役をやってるんですよ。こう俳優魂、ここに極まれるっていう感じですよね。まさに石原裕次郎さんに、 傷をつけまいとするるその精神力が伺える作品ではなないいかなと思いますで作品のね詳細はちょっとね私からお話しするともしかしたら見るのをやめる方がいるかもしれませんのでこの辺にしておこうと思いますけどもこの「熟年離婚」DV 化されておりませんし再放送も見込めませんですんでね今回の映像を見ていただいたら多分もうすごく貴重な経験になると思います全9話だったと思いますのでそれぞれ1時間ほどでございます 最後ままででノンストップで見ちゃうことだとだ思いますし、それからね「熟年離婚」というたった一つのキーワードの中に男の生き様女の生き様そして子供たちの揺れ動く心大人になろうとする自分の家庭を持とうとするそのきっと自分の人生を振り返って力強く生きていこうとそんな気持ちにさせてくれるドラマなんじゃないかなと思いますので是非動画概要欄からご覧ください。 1> 1話の URL だけつけときますねこれいつ削除されるか分かりませんので早く見てくださいそしてコメント欄で注目は本当に思いを同じくしている人がたくさんそこにいるってことなんですよ必ずご覧くださいそれでは